動画のご視聴ありがとうございます。群馬県環境森林部森林局林業振興課についてご紹介します。林業振興課は林業・木材産業の発展に向けた仕事をしている部署です。林業・木材産業は再生可能な資源である木材やキノコなどを生産・利用する産業で、生活の三大要素である衣・食・住の主に食と住を担います。特に住については重要で、身近なところでは住宅、広い意味では水・空気・土といった環境面を担う必要不可欠な産業です。当課は群馬県の林業・木材産業の発展に向け4つの係、総勢20名で様々な施策を展開して群馬県全域の業務に当たっています。県産木材振興係では、県内の木材生産・加工業者と連携し、群馬県産木材を有効活用するために日々取り組んでいます。また児童・生徒木工工作コンクールなど、子どもたちと木との触れ合い活動を推進しています。キノコ振興係では、良質なキノコを生産するため生産者に対する技術支援を行っています。またキノコ料理コンクールなどの事業を通じ、キノコの美味しさや魅力を伝えるなど、積極的に群馬県産キノコの消費拡大を図っています。経営強化係では、地域林業の中核を担う森林組合や林業事業体と力を合わせて林業を支え、木材生産量の増大に取り組んでいます。生産力強化係では、林業で働く人を支援し、林業に携わる人が安全かつ効率的に働くための研修を行っています。また東京や前橋市での就職相談など、これから林業で働きたいと考えている方への支援も行っています。このように林業振興課では、皆さんと力を合わせて森林資源を積極的に活用し、群馬県の林業・木材産業に貢献していきます。